野党冒頭解散に抵抗北朝鮮非難決議見送りへ衆院解散総選挙をにんだ与野党の攻防が激しくなってきた安倍晋三首相は28日に招集予定の臨時国会冒頭で解散に踏み切る考え野党側は与党側が質疑を行わない姿勢を示していることに反発 21日の衆参両院の議員運営委員会理事会は、留会となった。両院とも、22日に改めて開くことを委員長職権で決めた。これまでの協議では、臨時国会冒頭で、ミサイル発射や核実験など、挑発を繰り返す北朝鮮を非難する決議を衆参で採択することで、与野党が合意済み。だが解散が迫る中で 与野党の対立が深まっており、採択は見送られる見通しだ。民進党の大島敦史幹事長は、21日、自民党の二階俊博幹事長と国会内で会い、共産、自由、社民各党との共通の要求として、臨時国会で首相の所信表明演説と、それに対する各党代表質問、予算委員会での質疑を行うよう主張。 学校法人、加計学園、森友学園の問題に関し、加計孝太郎理事長と首相夫人の昭恵氏の承認喚問も求めた。二階氏は、受けたまわっておくと述べるにとどめた。政府・与党は、28日の衆院本会議で、議席指定の後、議長による解散証書読み上げに移る日程を想定。これに対し民進 共産両党などは、首相の所信表明演説とそれに対する各党代表質問などを行うよう求めている。与野党対立の余波で、北朝鮮に対する非難決議採択は見送られる見通しだ。召集日の伝達は、衆参とも民進党が欠席する中で行われた。同党の松野頼之久国対委員長は、国会内で、記者団に、 安倍内閣は国会軽視が甚だしいと批判。せめて非難決議だけは採択してほしい。北朝鮮よりも政局なのかとも訴えた。出るところに出て主張するのではなく、こそこそ逃げ回った上政権与党の段取り通りの手順に言いがかりを浴びせる。いつもながらの巷またのチンピラ同然。解散を追い込まれ、 両手両足をもがれた状態をあらわにしている。ネット上のコメント。北朝鮮に対する立場が明確になったが左翼さんは北朝鮮非難をしたくないだろうし。決議見送りのいい口実ができて、内心では大喜び。国内政治の交渉材料にするようなものじゃないだろうに。攻防って、攻めにすらなってない。野党は。 選挙に勝ちさえすれば与党になれるチャンスだから感謝するべきどうせ避けられない解散なら粛々とやった方がはるかに堂々としていい何が何でも反対抵抗ってのがまずいのさ野党ってガキだなこうやってこいつらは国民の信を失っていくんだな解散権は総理にあるのに抵抗しても意味ないだろアホか 7月に解散総選挙をやれ。と言ってたんだが、ミサイル発射してたのにさ、笑う。野党各党、民進党、共産、自由、社民が、今回の選挙で大打撃を食らうことだけは、間違いないな。私の本音は、外国野党の壊滅を熱望なんですよ。などなど。